過去帳を開いた状態過去帳とは、死者の戒名、俗名、没年月日、狂年などを記載した帳簿である。日本の仏具の一つ、奇跡や天規模と呼ばれることもある。形状は織本と和本のものに分けられる。表紙の素材は布やから木などが用いられる。紙の素材は和紙製と洋紙製が用いられる。内容については、日付入りと、 日付なしのものがある。日付入りのものは1日から31日までの日付が入っており、亡くなった日の欄に記入する。日付入りの過去帳は毎日めくることで個人の命日を確認し、追前供養、または謝恩する。日付なしの過去帳は死亡順に記入していく年表式のものであり、記録簿としての意味合いが強い。寺院ではこちらのものが用いられる場合が多い。 また、日付なしの過去帳は日ごとに揃えて記入するわけではないので、複数の個人の命日が重複すると、同時に開いて出しておくことはできない。形式については、一段構成と二段構成のものがある。二段構成のものは、上段に改名を記載し、下段に死者の本名が記載されるのが一般的で、没年月日は上段か下段かのどちらかに記載される。 寺院では所属していた個人を記す。和本形式のものを用いる場合が多い。寺院の過去帳は各家の類代の記録が記述された個人情報のデータベースともいえ、寺院によっては死因や身分、生前の辞席などが詳細に記述されている場合もある。その情報取得を目的に、更新諸職員が近親者を装って過去帳を閲覧し、 身元調査をするという事件が幾度も発生した。このため現在では、個人情報保護の観点から、寺院の過去調は閲覧禁止とする寺院が多い。また近年、差別解明記載に関する調査が、各州派で行われ、差別的記述の削除改定、過去調新調などの対応が取られている。在家の場合、多くは、折本形式が用いられる。そのため、 過去帳とも書く。在家では、その家に、上の個人を記し、仏壇の中に剣台に載せる。もしくは、平時は引き出しにしまっておき、月明日にのみ、仏壇の中に入れ剣台の上に載せる。位牌や法名軸にも、同様のことが記載されるが、位牌は、数が増えると仏壇内に置ききれなくなる上、経年劣化によりす,すけたり文字が、漆ごと剥げ落ちたりするなどして、 半読不能に陥る場合も多いため、ある程度の年季を機に、旦那寺の住職に過去帳へ移し替えてもらい、遺灰は寺に返す。返すことが難しい場合は、過去帳に転写だけしてもらい、遺灰が老朽化する前に修復する。過去帳は永続的に残され、続き柄を記しておけば、その家の系譜になる。浄土新宗の場合、平時は、法名軸のみを、 仏壇内側側面にかけ、過去帳は仏壇の引き出しの中に収めておく。新州大谷派の作法では、過去帳は略式とされ、法名軸のみを仏壇内側側面にかけるのを正式な双本とする。しかし、命日を確認する際に便利であり、仏壇内の下段に県内に過去帳を収めておくことも容認されている。また、仏壇が小型で、 法明事故をかけられない場合は、過去帳で代用する。仏教の他に、神道でも用いられる。山口県長門市高岸寺には、クジラゲー過去帳という、誤って取られた妊娠中のクジラとその子クジラを弔うための過去帳があり、山口県により有形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。